はい、今回ですね、ヒーローズの、まあ、サービス終了が、まあ、発表されてからというか、まあそうですね、半日余りが経過いたしまして、今ね、本当に焼け酒といいますか、はい、まあ、酒飲みながらね、いつもね、自分の好きなね、レモンサワー飲みながらね、動画撮ってるんですけども、まあ自分が今ね思っている感情、とかを適当にレモンサワー飲みながら、まあ酔ったテンションでね話していきたいと思うんですけど、まあまず言いたい、ライブでも言ったけど、まず言いたい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。うん、まずはもうこれでしょ。なんだかんださ、みんなも、ね、結構こう、まあ、文句言ったりとか、まあ、叩いたりとか、なんだかんだでさ、まあ、しちゃってると思うんだけど、なんだかんだもう本当に、お疲れ様でしたでしょ。まずは。で、その次に、こんだけ金使わせといて、極みスタイル やらせといて、ねえ、なんだ、まあ、レンコとか、ぶっ壊れカードいっぱい出してさ、MM3 弾とかもさ、めちゃめちゃ金使って。で、なんかさ、このタイミングで言うのって、ちょっと、ちげえな！やばい。頭おかしくなる。マジで。もう、なんだろう。最近さ、ね、このゲームね、すごい、なんだかんだ言っても、面白いなって、面白いなってさ、思ってたんですよ。ね、なんかもう、いや、もう、鬱憤とかもすごいさ、たまるけど、なんだかんだ言ってさ、もうね、推しキャラもいるしさ、これさ、ラベルちゃん。消えてなくなってしまう。頑張ったな。これ撮るのめっちゃ頑張ったな。ミッションスタンプとかもそうだしさ。で、なんていうの、その、50位スタンプとかもさ、めちゃめちゃ頑張ったな。やばい、もう辛いわ、辛い、もう辛い、辛いんだよね。もうみんなが辛いんだよ。ほんとに辛い。もうダメだ。ちょっと今日はもうあれっすね。まあ、弔いと言いますか。まあ、ロベルもそうですよ。ね、もう多分このゲームにね、出てくることないっしょ。ダイバーズだっけな。ダイバーズに出てくること、もうないっすよ。弔いの意味も兼ねて、もうゲームでロベルが動いているところも見えないし、スタンプを送ることもできない。まあなんかね、もう本当に虚無感っていうんですかね。はい。もう、たまらないっすね。何時だ ?4 時43分だって。なんかもう自分何やってんだろうなって思っちゃいましたよね。はい。まあ、そんな感じでね。まあ、今日は、じゃあ、スーパードラゴンボールヒーローズの、まあ、実質的な、まあ、お葬式っていうことで、はい。弔いのね、杯を交わしたいと思います。背景。スーパードラゴンボールヒーロー様。リアルに鼻も詰まってるしさ。なんか、もう涙での、あれなのかもうわかんないっす。スーパードラゴンボールヒーロー様。13年間、誠に、お疲れ様でした。この長きにわたる年月においてあなた方の功績していただいた功績などは大変に評価すべきであり、まあプロデューサーや
カリスマの方々に対してもとても感謝の意を述べさせていただきたいという所存で、ございます。そしてですね、私の青春の時代を彩ってくれたのは紛れもなくドラゴンボールヒーローズあなたでした。こうやって語ってるのも涙が出てきて、なんかもう怒るのもおかしいっつうか、なんだろう、人生生活の一部だと思ってたヒーローズがなんかなくなっちゃうって考えるとガチで涙が出てきて、自分そんな酒飲まれる性格ではないんだけどさ、なんかすげえ悲しいです。とりあえず誰かが死んだわけでもなんでもないけど、でも自分からしたら一人の友が死んじゃったみたいな、そんな感覚にも蝕まれてて、とにかく言えることは大好きでした。今回は本当に自分の人生の、半分ですかね、半分を占めて、楽しませてもらった、ドラゴンボールヒーローズシリーズに対して、弔いの杯ということで動画を撮らせていただきました。もうなんだろう、そんな自分本当先に飲まれるタイプじゃないんだけどさ、こんな感情を持ってかれるほどじゃないんだけど、なんか今回はマジで溢れちゃいました。マジで終わってほしくはない。ネタでもなんでもないんだけどさ、なんかやっぱり13年間貢いできて、でお金ももちろん投資してきて、何千万使ったかも正直わかんないですけど、人間関係とか、そういうのもヒーローズがあったから構築されたっていうのもあって、なんかいろいろと溢れちゃいました。くだらないって思うかもしれないけどさ、なんか自分の生活の一部だと思っていたものが、いきなり欠如するっていう感覚はマジできついです。一生米が食えなくなるみたいな、そんな感じの感覚って表したらいいですかね。はい、そういうことで、多分今日は今4時の48分っていうことで、多分、この先も寝ないと思います。今日は寝ないと思います。寝れね。本当にこんな、なんでこんなこいつ泣いてんのって思うかもしれないけどさ、なんか自分からしたら魂でした。これだけでいいっしょ。とりあえず。
終わってほしくない。終わってほしくないんで、何かしら動きます。はい。ということで、なんか冷たいコメント書いてるやつマジで冷めろよお前ら。つまんねえから。はい。紙切れじゃねえよ。ヒーローズのカード終わった後でも芸術作品だろあれは。紙切れじゃないから。はい、以上です。じゃあね。